皆さんこんにちは、司法書の近藤でございます。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、司法書士はゆでがえるかって話をねしてみたいなと思います。先日ですね、去年の11月なんですけども、株式会社グラファーさんっていう会社が、株式会社の本店移転登記に関してのですね、いつら書類をですねネット上で作るっていうサービスをやってらっしゃる会社なんですけども、そこがそのいわゆるグレーゾーン解消制度でもって、そういったサービスが司法書士法に抵触するかどうかってことを法務省に紹介をかけて、でそれに対する法務省の回答、どうだと思います、 OK やっても構わないっていう回答が出たそうです。でまあやっぱりね、かなり僕もちょっとサイト見てみたんですけども、まあ本店移転の書類をね、いろんなものを入力して、本店とか会社名とか、いつ移転する、移転先の住所はどこっていうことを入力していけばね、書類作るってことはまあ多分それもほど難しくなく、サービスとしては提供できるんだろうなっていうふうに正直思います。このものがですね続々と出てます。去年動画でご紹介したクラウド会計システムのフリーがやっている、株式会社の設立ですねに関する書類が一気に作れるっていうサービスだったりとか、あとですねアイコン登記っていうのがあって、これも商業登記に関する書類をウェブ上で作成することができる、で印刷して自分で申請するっていう、そういう流れですね。こういったものがどんどんできてます。商業登記に関してが多いですね、今のところ。でね、まあ商業登記っていうのはもともとその不動産登記に比べれば司法書士の関与率っていうのはかなり低いんですけれども、まあ、低いって言ってもかなりあるんですけどね。でそれがまあ、こういうサービスがねどんどん始まってくると、おそらくもっとどんどん落ちてくるのかなっていう気がしてます。でね、これなんですか、このビジネス雑誌なんか見るとよく出てるんですけど、そのゆでがえるっていうふうに言うじゃないですか。ゆでがえるってその熱い熱湯にねカエルを入れると慌てて飛び出るけれども、ぬるま湯のところから徐々にこう湯を加熱していくと、その変化に気づかずに茹で上がって死んでしまう。ビジネスもそうだっていう話なんです。いろんな環境の変化だったりとか時代の変化っていうものはね、やっぱ今時代変化早いですけども、早いって言ったってやっぱり 1ヶ月とか2ヶ月とかで変わってしまうわけじゃないですよね。でそういったものの変化に対応しないでずっと変わらずにそこでぬるま湯に浸かっていると、気がついた時にはもう取り返しのつかないような状態になってるよっていうことをね意味してる言葉なんですね、ゆでがえる理論で。ね、我々司法書士もね、もう完全にゆでがえるなんじゃないかっていうふうにね、受験生の方なんか思われてると思います。ちょっとね希望の持てるようなね話を今日はしてみたいんですけども、先日ねあれ言ってきたんですよ、弁護士さんが起業された方でですね、その方の資金調達だったりとか、そのローンチに向けてのいろんな苦労話みたいなセミナーがあったので行ってきたんですよ。でその方は弁護士登録が抹消して、でその株式会社の方でその契約書をレビューしたりとか作ったりとか、あるいは保存したりとか、そういったものを提供するっていうサービスをこうもうスタートしてます。でもう資金もね何億っていう資金を調達してサービススタートして、順調にやられてるようです。でね、すごいね印象的だったのは、そういうそのサービスっていうベンチャーのサービスっていうのはもうね、崖を落ちながら飛行機を組み立ててるようなもんなんですって。崖を落ちていくんです、どんどん。その間にどんどん飛行機を一生懸命わーってみんなで作る。要は資金がどんどん流出するっていう意味だと思います。時間がないで間に合わなければ地上に激突しておしまい、間に合えばそこからスーッと飛び立てて次の高みに飛んでいける、そういうそんぐらいのスピード感と危機感を持ってみんな仕事をしてるんだっていうお話をされてたのがね、僕すごく印象的でした。そこまでのね、今崖を落ちてるんだ、間に合わなかったら死ぬんだっていうぐらいの気持ちを持ってやってる司法書士、なかなかねそこまでの方いらっしゃらないと思うんですけど、実はねそのセミナーは僕と友人を誘って3人、司法書士3人で行ったんですよ。僕と横浜の先生と渋谷の先生3人で行きました。でね、この横浜の先生と渋谷の先生はもうね次のステップに進んでます。渋谷の先生は自分でねその M&A をやりたい、司法書士の次の仕事は M&A なんだ、自分がそれを切り開いていくっていうね、ものすごい強い使命を持って毎日もがき苦しんで走り回ってます。もうね
すごいなって思います。横浜の先生はね、あの生前対策、相続の生前対策とかってものでもうね、すごい目覚ましい成果、実績、経験を積んでいて、まあ、書籍なんかも出版されて、もう第一人者です。で、その先生の話を聞きたいっていう専門修行をグループ化して、あの月当たりの利用料を取って、それでもすでにあの十分な豊かな生活ができるようなあの環境をもう作り上げてます。もうね、すごいですね。もうこの2人が、この2人も大好きなんですけど、もうとにかくね、その大好きってなんでかっていうと、もうとにかくね、小ずるいことをしない。極端なダンピングをするとか、キックバックをするとか、まあ、そういうね、そのずるいことはしない。自分はこれやるんだってことで突き抜けて、そこであの業界にもプラスになりますよね、当然。そういうあの成果を上げてる。これはもう本当にね、素晴らしいなと思って、もうこの人大好きです、ね、そういうね人たちが、ね、出始めてます。素晴らしいですよね、まあ、こういう方たちがね、こうあの何ですか、こうドリルの先っぽにあるこうダイヤモンドですね、硬いところになって、次のところにね、こう穴をね開けてくれる人たちがいる。たまたまね、僕この2人と仲良しなんですけども、全国的に見ればね、そういう新しいことに取り組み始めてる少女誌っていっぱいいます。ですからぜひね、次の時代の少女誌楽しみにねしていただきたいと思います。あの受験生の方も少女誌なんかも腕があるだっていうのを思わずに、あの自分のできること、やりたいこと、ワクワクするようなことっていうものにね、チャレンジできる環境があるので、あのぜひね飛び込んできていただきたいなと思います。今日の話はこれぐらいで、ありがとうございました。